はコメントであった韓国のハンバーガーチェーン店マムズタッチでハンバーガーのセットを買ってきました。これ読み方マムズタッチで合ってますよね。間違えてたらめっちゃ恥ずかしい。いやもう多分合ってるでしょう。で今日買ってきたのがコメントにあったサイバーガーとポテトです。でそれでちょっとね、今新商品で出てるこのなんかクリームの入ったドーナツ、これ頼みたかったのにね、間違えた。なんかね、これモカ&ミルクボールっていうメニューなんです。でね、ボールってついてるから間違えてチーズボールっていうなんかチーズチキンのやつ買ってきちゃった。これこれこれ、なんだよこれ、間違えた。新商品のこれ食べたかった。仕方ない、もう買っちゃったからもういいです。で今回もいつもと同じように、もうコップじゃないとこに注いだ。ちょっともうね、毎回何種やろほんまに。コーラ、これがね、コーラ大好きなんですよ。もう泡立ちすぎやん、もう泡がすごい、絶対炭酸抜けたわこれ。うーわ、もうめちゃくちゃや。これね、さっきコーラ買ってきた時に下に落としたんですよ。もうええわ、少しずつ入れよう。なんかビールみたいになってるわ、すごいシュワシュワよる。じゃあ早速ポテト開けます。あ、すごい、なんか黒胡椒がかかっとってめっちゃ美味しそうなポテト。え、いい香り。でこっちのハンバーガーが、これね、サイバーガーっていうの買いました。うわ、なんかでっか。え、すごい美味しそう。あ、逆やこうか。え、美味しそう。てかでか。え、ちょっと待って、これチーズボールって書いとったんやけど、なんかドリンクっぽい。どういうこと、私何買ったんこれ。え、コーラ用意したんやけど、これ何。ちょっと自分で買っといてね、メニューがよく分かってないですよ。サイドメニューやね多分。あー、これや、分かった。私このポップコーンボールっていうやつ買ったんや。なんかこれ下にコーラが入ってて、その上にそのなんだこれは、唐揚げみたいなチキンが乗ってるやつです。そうだとしたらね、コーラ入れるんじゃなかったっていうかね。もうミルクボールは食べれんわ、なんか意味不明なもん頼むわ。まあ、かこれはこれでちょっと面白いかも。すげー、なんか絡まってきおる。しかもこの爪楊枝みたいなの折れた。えっか、これでもさせるか。何しようやろ、意味不明なことしおる、さっきから。あ、でもなんか赤いソースのかかった美味しそうなチキン、まあこれはこれでいただくわ。もうストローヨレヨレやん。てかコーラええわ、もうコーラ用意したし。うわー、こぼれた。もうちょっと、もうめちゃくちゃやん、もうさっきから。なんか悲しい、今日ね不運続きなんですよ。もうね、メニューは間違えるし、それでさ、コンビニで買ったコーラは下に落として炭酸めちゃくちゃになるし、もう朝からね結構ついてないんですよ、ほんまにね。もういいです、もう気を取り直してもう食べます。いただきます。まずポテト、すごいなんかおどろおどろしい感じの見た目ですけど美味しそう。ポテト美味しい。え、他の店より絶対美味しい。このポテト何？なんかね、すごい香りがいい。胡椒すごいかかっとるし、もうまさにフライって感じ。すごいこってりポテト。めっちゃ美味しい。うまっ！ポテト美味しい。あ、まあ、炭酸抜けとるけど、まあそんな言うほどでもなかった。美味しいです、コーラ。最悪や、取れよらんかった。あれ、私どこから取れてないんかもわからんわこれ。今パッと見たら録画ボタンがついてなかった。もう一回同じこと言います。すごい鶏肉のボリュームです。てか食べた瞬間は取れとんかな。もう拒否さんや、ごめんなさい。ちょっとせっかくコメントしてくれた方もごめんなさい。ちょっと今動画が完全に取れてなかったです。でもね、これ本当にね、チキンサクサクで、レタスもね、すごいフレッシュ。めっちゃ美味しいです。うまい！これすごい美味しい。ポテトがまた美味しいわ。何これ、ほんま美味しい。うまっ！やばい、美味しい、めっちゃ美味しいです。やっぱりね、フライドチキン挟んだバーガーってこのマヨネーズが一番合います。あ、これどうなんやろ、ミルクボールと間違えて買ったやつ。赤い、なんだろう、辛そうなタレがついてます。なるほどね、美味しい美味しい。中チーズです、チーズフライみたいな感じかな。
うん、ちょっとね甘辛のソースがかかってて美味しい。うん、めっちゃ美味しい。美味しい。うわ、レタス飛び出しとる。なんで？いつ飛び出したんやろ。めっちゃ美味しい。危なっ。置いちゃった。ちょっとね、今日不運続きなんでね、気をつけて行動したいですね。美味しい。やばい、すごい勢いで食べた。もうあとこんだけや。ポテトもね、美味しい。美味しい。やばい、美味しすぎた。このサイバーガーはほんまに美味しい。ポテト美味しい。てかさ、これ面白いですね。これ多分、なるほどね、そういうコーラなんですね。チーズフライは普通に美味しいです。ただこのサイバーガーっていうのとこのポテトに感動した。あ、これ折れたけん使えんわとか言いながら結局手で食べたけん、これもともといらんかった。これね、本当はこれでこう刺して食べるみたいです。まあでも手でも食べれますね。コーラ飲みながらこのフライ食べれる。飲みながら食べながらを片手でできちゃう。すごく便利ですよ。それでこれポテトも食べきりました。このマムズタッチっていうハンバーガーショップ、すごい美味しかった。普通に感動した。やっぱりマックとかバーガーキング、ロッテリア、あの辺とは全然違う。値段なんぼやったかな。私が今食べたサイバーガーっていうのが単品で3200ウォン。いやまあそれはマックと比べれば高いのかもしれないけど、でもでもそんなにですよね。この値段だったら絶対次からサイバーガー食べるわ。めっちゃ美味しかった。なんかね、ミルクボールは間違えてこんなもん買っちゃったんですけど、でもね、これも面白いですよね。こんなのあるんだって知れました。ただね、このお店ね、宅配しようと思ったら宅配サービスやってないって言われちゃった。しかも家の近くにないので、直接ね、ちょっと離れたね、お店まで車で買いに行かなきゃいけない。すると今日の動画、なんか不運続きでいろんな失敗があって、ちょっとね、動画ぐちゃぐちゃになっちゃったかもしれない。ごめんなさい。もう本当にお見苦しい動画になりました。でも今日食べたマムズタッチのハンバーガーはすごく美味しかったです。よかったら皆さんもぜひ買ってみてください。そしてコメントしてくれた方、教えていただきありがとうございました。本当に美味しかったです。ごちそうさまでした。